どうも、キリスの山です。お話。土鍋。手消えるだろ。というわけでですね、今回、山津ラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。どうも。ナイスいやー、ミスター関、換気扇回ってる。早く止めてくれよ。今回の都市伝説は、突如日本でサービスが開始されたおしゃべり AI アプリ、コトモ。このアプリの登場によってもう人間と話す必要がなくなったと思うほど恐ろしい仕上がりになってるのね。というわけでですね、今回はそのコトモについて触れていきたいと思います。2024年2月、スターレイ株式会社は日常のコミュニケーションに特化した音声会話型おしゃべり AI アプリコトモの提供を開始したのよ。コトモは日常会話に特化し、ユーザーとの会話を通じ成長する音声会話型 AI アプリで、話したいことも話せないこともをコンセプトに、日常的な雑談から悩み相談まで多様な会話シーンにおいてユーザーの様々な感情や思いに寄り添う AI アプリとなったというのね。おはようしか来なかったね。スペック足りねえよ。そしてリリースを記念した動画を公開したより、 AI との日常をテーマとした動画でコトモが日常に溶け込む存在としてユーザーとコミュニケーションを展開する様子を描いているのね。話せないことも話せるんでしょ。はい、そうです。じゃあ聞いてみるか。はい、イレイザについて教えてください。はい、コトモの声を変えてみましょう。声変えられちゃった。始まったよね。バカ同士の会話。そして4種類の音声と会話スピードから好みに合わせてカスタマイズすることが可能となっており、 AI の名称も自由に変更できるため、よりパーソナライズされた会話を体験できるのね。またアプリ上では AI との会話履歴を記録し、過去のやり取りを振り返ることもできるのよ。実際にアプリを導入してみたところ、今までの AI との対話とは違ってリアルな反応や話し方や間の取り方なので、本物の人間と会話している感覚で没入しやすいようになっていたのよ。そして AI の進化によって新たな犯罪が世界的に拡大してしまってるのね。2023年4月、AI を使って他人の顔を生成し、430万元、約8400万円を騙し取る事件が中国で発生し、メディアやインターネットでは AI を使った史上最大の詐欺事件と話題となったのよ。生成 AI だろ。お前の専門じゃねえか。そしてテクノロジー企業経営者のグオさんは、友人から WeChat でビデオ通話を受けて、その友人は入札に参加していて、すぐに銀行に入金しないといけないと話したため、グオさんは指定された銀行口座にすぐ430万元を入金したと。で、生成 AI ってさ、そのワードをね、並べることによってね、その細かくね、はい、ちゃんと設定された、ね、はい、写真が完成するわけでしょ。はい、関さんでもね、知識がないから、はい、ネイキッドウーマンしかね、いつも書いてないんだ。画像検索。そしてグオさんはその後、友人に金は振り込んだと WeChat にメッセージを送ると、友人から返ってきたメッセージはハテナ。そこで初めて詐欺に気づいたというのよ。そして詐欺師はグオさんの友人の WeChat アカウントを盗み、 Moments からアカウント所有者の写真、ビデオ、音声をチェックし、本人の顔や声を特定して AI で生成した可能性があると見られてるのよ。そしてアメリカでも2023年8月、ジェニファー・デステファノさんに非通知からかかってきた電話に出たところ、娘のブリアナが悪い人たちに捕まったの、助けてと泣き叫んでおり、今度は男が電話に出て100万ドルの身代金を要求してきたというのよ。この電話の真相は、実は AI によるクローン音声で仕掛けられた偽造誘拐だったのね。グオさんじゃないの。言いたいだけだろ。この偽造誘拐事件も AI によるクローン音声が使われたと見られており、クローン音声を作るには本人の音声データが必要だけども、わずか数秒から1分ほどで十分だとされてるのよ。 AI を使用した画像はそれが分かる表示をすること、 AI を使い他人の著作権などを侵害した場合はアカウントを削除するなどと通知してるけども、規制ができていないのが実情なのよ。もうウマヅラビデオの音声データっていうのはもう無限にあるわけです。どうして。だからニセヅラビデオっていうのもね、はい、今後生まれてくるかもしれない。絶対やんじゃねえぞ、殺すぞ。俺たちが作るやつだ。そして急速な AI の進歩に人間が追いついていけないような状況が続いており、コトモのようにまるで人間であること、そして AI との思い出を作るような仕様など、別に人間と話さなくてもコトモならいつでも味方でいてくれるという感覚に陥る人も今後増えてくるはずなのよ。肉体を必要としないムーンショット計画は着実に民間から進められているので、 AI を追い越すから。徒競走じゃねえだろ。取材には一切応じない異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんからそんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの。動画撮ったりとか。ああ。